さあ、どうも、フラメンコです。というわけで、前回の続きですね。今回は中毒を治すためにピピを集めに行こう。ピピをね。なので、とりあえずいらない、武器とかは置いとこうかな。ここら辺に。ここじゃなくて、ちゃんとボックスに入れとくか。なんか、謎の力が働いてなくなってもね、嫌なんで。よいしょ。弓と、まあ、矢も全部いらなくて、矢足りるかな？前回の動画を見てくださった方は多分、どんな戦闘をしたか分かってくれると思うんだけど、いや、足りないかもしんないね。石とか棒とか、できるだけ集めてこようか。今からピピを取りに対岸の島に行くんだけど、とりあえずこんだけでいいかな、道具は。粉ツースも置いとくか。よし。これだけで。行こう。いや、中毒というね、思わぬ敵に阻まれてるわけなんだけど。いや、まずいよね。中毒、治し方はわかるんだけどさ、かかり方がわかんないのよ。それが恐ろしいわ。よーし、到着。よし、いい感じに到着できたわけなんで。まず、あれか、石とか集めたいね。わあ、雲じゃない。何をどう見て雲って言ったん俺は今。ヘビでしょ、ヘビ。じゃなくて、そう、前回のね、対戦時に感じたこととしては、いくらあっても足りねえと、矢が。いくらあっても足りねえよな、どう見ても。なので、たくさん雲を、何？雲って。石を集めたいんだけど、石と棒をね。あ、やっべえ。うわ、やっべえ。うわ、やっべえ。わあ、すごい密集地帯だ、これ。危険ですねー。ただ、俺、ピピをどっかに落としてんだよね。待って、この島の中でさ、ピピを探し出すのってやばくない？とんでもない労働力？だよね。とんでもない重労働を今から仕事してるね、俺はね。どうするん？ピピがあの奴らのど真ん中に落ちてたら。転がってたら。もう救出不可避やん。かといって、あ、石とかもあんな。でも、たげられたくないな。一旦この子豚は逃げるんで、よし。これ拾って、バレた、あ、すごい勢いで。すごい勢いで来る。ちょっと二人いっぺんに相手するのはね、嫌です。あったあったあった、ピピ。こんなとこにあった。よかった。わかりやすくて、ピピの存在感が。存在感が強くてよかった、ピピの。で、あ、一匹は諦めてるけど、もう一匹は来てる。来てるね。あ、二匹飛べてる。やばい。圧がすごい。圧がすごい、背中への。ああ、すごい。ああ、背筋がゾクゾクする。おー、来てるね。二匹とも来てる。でも、一旦、ピピは回収できたんで、ピピがもう一個入ってないかどうか、確認しつつ、石を集めて、敵からね、ダメージを受けないようにしつつ、もう夕方だよね。まあ、今日はもう寝なくていいか。夜中、夜通しもう帰って、準備して、夜中に出発して、朝に、クラーケンの元に到着して、戦闘開始という三段で行きましょうかね。わあ！戦闘開始っつったってあれか。中毒なんないといけないんだよな。どんくらい時間かかるんだろうな。マジで。栽培するのに。ちゃんと1個から2つに分裂してくれるんだろうか、ペピちゃんは。ここら辺は、もう、そうだな、棒が落ちてるぐらいだな。石もあるか。あるね。石なんていくらあってもいいんだから。あれ？あったよね？よし。石もね、なんか別段リスポーンしないらしいね、こいつら。なんかその度に新しいところに行くか、こういうでかい岩をね、壊さないといけないらしくて。うわ、持ってくればよかったな。じゃあ、あれね。ピッケル持ってくればよかったかもしれない。え、待って、ピピあるやん。え、ピピあんだけど。え、待って。わあ、やった。ピピ2個なっちゃった。ピピ2個なっちゃった。 でも悩むな。今後のことを考えると、多分量産体制に入った方がいいんですよ。だから、もうすぐさま、ちょっともう勝ったかな。さすがにね、中毒直すだけで、動画のパート1個をね、消費することはできないんで、
まあ1個は、栽培しようかな、ちゃんと。偉い、俺。1個栽培して、ちゃんと。で、増やせることを確認してから行った。行った。なんでな、俺靴履いてんちゃうん、これ。あ、1のせいで見えない。いや、靴履いてるけどな、カニの挟み力が強すぎる。よいしょ。でもピピがなんか2個あってラッキーだったな。なんでだろう。なんか生えてる感じじゃなかったよね。転がってる感じだったから、以前に来た時に俺が落としたんだろうな。もう1個も。いやー、人間って同じ過ちを2回繰り返すんだな。それがよく分かったわ。で、この辺に、いや、あれは、やばい、たくましい。たくましいの獅子がおる。あれダメだ、近づけない。まあ、いいかな。こんだけ石が集まればいいでしょう。結構作れるっしょ。13個作れるな。13個。16個あって29個か。まあ、30個ぐらいってことかな。つまり、合計で、矢の本数30個になる予定ですね。OK。じゃあ、これで、何十個か。なんか中途半端じゃね。もう一個くらい落ちてねえかな、石。もう一個ありゃな。なんかちょうどぴったし30になるんじゃないかな。今多分29個なんで。もう一個拾ったら帰ろうかな。拾ったら帰ろう。拾ったら。え？バレてない。今ここに大金にいるけどバレてないわ。ラッキー。びっくりした。そこにいた。ステブな、穴ついたかな、俺今。わかんないな。目の前にいたのにバレなかったわ。でもないか。もう取り尽くした？石、もしかして。石ないね。暗すぎる。ヘビもおるし。暗すぎるな。しょうがないな。これ一旦帰ろうか。これは？これ八白太郎の石じゃなかったわ。オッケー。めちゃくちゃ大金がね、向かってきてくれてるんで。帰ろう帰ろう。もう帰ろう。よーし、帰ってきたー。いやー、なんかあれだね。ランタンの明かりがさ、結構遠くまで見えて、なんか、あそこだーってすぐ気づいていいね、これね。これ。しかもなんか無限らしいよ、このランタンって。消すとかあんだ、一応。まあ、つけっぱなしでいいか。なんか、無限らしいから、このランタンだけは。んで、早速、ピッピーの栽培を、なんか取り組んでみるか。栽培に。まずこれ、このユッカの木をさ、粉砕とかできる？いや、できないな。なんかもう触れないの、これ。ユッカの木、畑の囲いって書いてあるけど。またこれ粉砕するしかないの、これ。やっぱ、見たよ、これ、この前も。これ木がじゃねえわ。そうだよね。そうなんのよ、畑ごと。まだあったっけ、いたって。あったわ、よかった。これで、クワ持って、ピピの畑をね、作ってみよう。はい、設定完了。で、クワをもう一回投げ捨てといて、あのコウモリたちとかはな、いつもなんかチピチピ自分の周り飛び回ってくるんだけど、なんかあんのかね、ダメージとか。襲ってきたりするのかな、あいつら。今んとこね、別にそんな傾向はなくて、ないんだけど、傾向がなくてないんだけど、そう。よし、できた。これできたけどさ、来た。このバットメンたちは、バットメンたち見えてるかな、みんなに。見えてないかもしれないな。暗すぎて。オッケー、ピピ植えて。まあ、頑張って直しますか。いよいよ、ピピが成長しましたよ。いやー、あれからね、5日？いや、持ったか。3日かな？ 3 日か4日ぐらい経ちましたね。ずいぶん経ちました。その間全く治る気配もなく、できました、ついにピピが。こういう感じになるんだね。で、で、半永久的に、まあ、水さえやれば、無限にピピがね、取れますよって、取り続けることができますよっていう畑なんだね、多分。倍々に増えていくとかそういうわけじゃなくて、まあ、植えさえしてしまえば増えていくよっていうところなんだろうけど、でも水をね、やり続けないと、なんか、機能しなくなるみたいなんで、あれ。だから、まあ、あんまりここで、時間をね、過ごす必要なかったかもしれない。
メインとなる拠点に、なんだろう、まあ、ピピとか、あとユッカとか、そういうのを一個ずつ置いとくみたいな。そしたら半永久的にそこから取れるよみたいな。そういう使い方っぽいね。もうほら、罠とかも置いちゃったりして、見てくれよ、この情景。もうサバイバルっていうか、もう定住しようとしてるよな。で、早速じゃあ、直しますか。もうね、HP だけがどんどん削れていくんでね。で、回復薬を作るためには、まず水筒を作る必要があるんだよな。で、水筒を作るためには、生のココナッツが、いりますよと。生のココナッツは確かこの中にあったはず。で、見てほら。見て、じゃがいも。あったの、じゃがいも。なんかね、暇だったんで、この4日間ぐらい、ずっとこの島のね、なんか素材とかを集めてたんですよ、素材とかを。ほら、こういう感じで、ヤシとかもね。もうこの島にはね、ヤシの木は一切生えてないんだけど、こういう感じで、この木箱ごと持っていけば、多分簡単にね、引っ越すこともできるんで、ほら、ユッカとか回収して縄にしたりとか、してたんだけど、その時に、なんかじゃがいももね、なんか地面にね、あったわ、じゃがいも。なんか見た感じでわかるっていうよりはね、なんか本当に床に落ちてる葉っぱとかを拾ってたら、偶然じゃがいもも拾ったみたいな感じで見つけたんで、じゃがいも。これは、まあ、ここじゃなくて、一回ね、クラーケン倒したあたり、もう一回、最初のね、元の島に戻って、そこで栽培していけば、もう、なんだろう、肉とかに頼ることもなく、生きていけるんじゃねえかなと思いつつある。いや、いいよね。この4日間でだいぶ、進んだっちゃ進んだんだよな、だからそういうところは。よし。やっと解毒剤できた。やっとできた。よっしゃー。で、これで、空の水筒になったわけだ。おー、キャンプファイヤー。おー、キャンプファイヤー。よし、空のココナッツの水筒が2個できたところで、ようやっと治った。あー、ようやっと治った、マジで。よし。じゃあ、善は急ぎだ。治った状態で体力も満タンに回復させて、明日かな？もう一日。これね、仮とかもね、倒しといて、どこにね、肉があるかとかももう分かってるんだけど。よし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 。ここら辺だったな。ここら辺だったな。よし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 、あったな。で、こういうのもやっといて、プラス体力だけ満タンにして、また明朝かな？出発する感じで行こう。なので、もう、見せることないかな、お見せすることは。もう、そういう感じでね。倒した後にも、引っ越せるように、準備もしてるんで。またじゃあ、明朝に会いましょうか。さあ、ただいまの時刻は1時、50分ですね。そろそろ出発しようかなと。見てほら、体力も見てほら。久しぶりだよ、こんなステータス。で、そろそろ出発しようかなと思って矢先ですよ。お別れですか？ラフトがありません。おかしい。バグってやがる、このゲーム。怒り下ろしてたやん。どうやらね、もうわかんないんだけど、バグなのかな？ C アンカー下ろしているのにもかかわらず、なんか、行方不明なんだよね。まあ、人ごとのように話してますけど、そう、行方不明なんだよね。ラフトが。ないよね、パッと見。許せねえんだけど、なんで？それは俺の責任なん？ なあ、ストランデッドディープくん。ただ、どっちの責任だ？いや、ないんだよね。というわけで、まあ、作るっきゃないよね。こうなったら、いかだを。で、まあ、とりあえず木の棒とか多分使うんで集めといて、ビルディングの乗り物、これだ。いかだの土台が、棒が14本。かつ、なんか土台の上に乗っけんのかな？音とか、床とか。日よけとかいんのかな？日よけは別にいらねえか。ボート用モーターとか。まあ、ハンマーはね、一応持ってるんで、業務用ハンマー。このゴミ、あ、このゴミたちでどうにかなんないかな？
このゴミたちでなんか作れるかもしれない。ちょうど。でもこういう、なんか燃料とか書いてあるし、燃料がないから、俺は無理だよな。なんか、そう、イカダと一緒にあの、漕ぐやつもさ、流されちゃったからさ、ないんだよね。舵と帆を作ればいいのかな。結構時間かかりそうだけど、まあ、別にそんなどでけえやつ作ろうとは思ってないんで、小せえ、わあ、ふっかぽやか、びっくりした。こじんまりとしたね、こじんまりとした個人用のキャンプファイヤーじゃねえわ。イカダか。を作ろうかなと思う。おい、そんな客なかったって。まあ、幸いにも、じゃがいもだ！ほら、見た？あんな感じでじゃがいもあんのよ。わかるわけないよね。とか言いながら、幸いにもね、木の棒とか、素材はね、たくさんあるんで、まあ、パパッと集めて、作りますか。よし、じゃあね、一応、棒を16個集めてきたんで、で、ハンマーも持ってるんで、これで作れるよね。ああ、作れるね。イカダの土台、木でいいか。これしかないし。木を、どうしようかな。行きやすい方にしよう。ちょうど向こう側に出発していきたいんで、ここら辺でいいかな。ここら辺に設置するけど、ちょっと小せえか。やばい、流れていくな。流れていくよね。これ、引っかかる？かかんないな。そんなに？そんなに、沖に行くの？沖に行かないで、そんなに。嘘、そう。ちょっと待ちなよ、君。ちょっと待ちなよ、イカダ君。イカダ君、落ち着きなよ。イカダ君、落ち着きな。あー、貫通するんだ、体。マジか。ダメだって。ちょ。ちょっと待ちなよ、イカダ君。イカダ君？イカダ君待って、イカダ君待って。イカダ君行かないで。イカダ君行かないで。あー、ダメだ、イカダ君。ひどくない？なんだこのゲーム。ちょっと待ってよ。マジ？先にイカリ作るべきだった？無限に流れてくって、あのイカダ。ちょっと待って。急ぎでイカダ作ろう。イカダじゃねえわ。イカリを。イカリ、アンカー。石が6個いる。終わったー。この島に石はねえ。この島に申し上げます。この島に石はありません。はぁ、あ、ダメだ。もうあのイカダの土台は永遠にどっか行くんだ。ああ、俺の大事な棒14本が失われた。ダメだ。ちょっと心が折れたんで寝ます。ダメだ。今日行けないわ。戦いに。昼間は寝られない？これ昼間なの？ああ、もう朝なんだ。朝なんだ。でもさ、無理だよ。石をさ、取りに行こうと思って反対側の島に行こうと思ってもさ、無理だよね。あれをさ、まだどうなる？あ、怒りがないけど、帆と舵と、床さえ作ればどうにかなったりするか？床、4つ。棒が4つ。いや、ひどいよな。どんどん待って、向こう行くもん。ああ、もう見えなくなったよ。いや、でもあれを失うわけにはいかないよな。かといって、なんかサメに噛まれるだもん。俺もう本当に腹立たしいんだけど。なんで俺それでサメに襲われて怪我しないといけないんだ。あんなに、心から頑張って回復したのに。なんでだよ、そんな遠く行くなよ、あの。ここら辺の海流は何？沖に流される海流なの？ずっと。なことあっていいの？とりあえず、大急ぎで床を作って、床と、帆とかも作って、帆と舵さえ作れば、まあ、制御はできるんでしょう、きっと。制御できるんだったら、まあ、島のね、横に持ってくることも、まあ、まだギリギリ大丈夫だと思うんで。でももう忘れたさ、どこにあったか。あれか、遠くに見えるな。いやー、ひどい話や、ほんとに。ひどい話。俺が何したっちゅんや。これで、床を作ってもさ、だよね。これ、海の中で作れるのか？床とか。まあいいや、頑張って、
行く方まで行けば、床さえ作ってしまえば、サメに襲われる恐れもなくなると。そういう、待って、危ねえ。危ねえ、今考えなしに行きよった。床だけ作ってもどうにもなんないな。怒りと、怒りじゃねえ、火と火事の道具？道具？火と火事を作る道具も持っていかないといけない。やっぱこうしてる間にも、もうやっぱりもう見えないもんだって、どこに行ったのか、言い方が。その場合は、もういらないものを片っ端から置いていくしかないな。多分向こうだよね。多分向こうなはず。ひどくない？本当にひどい話だと思いませんか？ なんで俺こんな目に遭ってんだ？怒りもちゃんと下ろしてたのに、あのボートは流されていくし、なんかよくわからない海流に乗って、作りたての土台だけどっか流されていくし、追いつくのかこれ、俺の泳ぎで。見えた。見えたぞー。もう向こうの島に泳ぎで渡る人みたいじゃん。ほぼほぼ。泳ごうとしてるやん、それはもう。おい、流されすぎだろ。おい、どんだけ流されてんねん。この一瞬で、お前。推進力すごいって君。ずっとふわーっと流れてんの？いかだくん。流れてんね、ふわーっと。これで？ここか。よし、これで、できた、床が。よし。え？よし。乗れた。ようやくよ。でも、すごい進み方なんだけど、マジで。なんだよ、これ。これに、音とかつけれる？一瞬出るな、青。さすがに小さすぎるか、床が。土台が。でもまずいな。道具がないから。お おい、こんなんで戦えねえって。あ、でもなんか漂流しそうだな、このまま行けば島に。何この回。 お預けか？ボス戦。来週に。来週なのか知らないけど。床が先だな。土台が先だけど、ないわ。ないわ。棒が10本しかない。あと4本ねえわ。これ漂流です。つきそう。 なんならもう。オッケー、分かった分かった。頑張って作り直すわ今から。きっとこのいかだくんは自然とこっち側に来てくれるっぽいんで、先回りして棒でも集めますか。でもこの島怖いんだよな。気をつけろ。大ガニがいるぞ、大ガニが。いった！いった、もう！なんだよ、マジで。おい。マジでやめて、やめて、本当にやめてほしい。本当にやめてほしい。本当にやめてほしい、俺は。心から。俺あんなに頑張って回復したんだよ。ねえ。イノシシ君、君、どっからやってきたのさ、マジで。というわけで帰ってまいりましたね、セーブ地点に。いやー、素晴らしい体力だ。オッケー、じゃあ今回の世界線の私は、もうね、ラフトが流されてることに、いち早く気づいていますので、よーし。しっかり、サクサクっと作るぞ。そんで、しかも、ちゃんと事前に用意しとかないと、なんかよくわからない海流に乗ってどっかに飛んでってしまうので、俺の土台くんは。しっかりアイテムボックスじゃなくて、アイテム欄も開けて、たくさん死ぬほど持ってアイテムを、その上で作っていこう。よし、オッケー。こんだけね、集めてきたんで、さすがに、この字のとこに作るか。かすれば、流れないでしょ、さすがに。どんだけ厄介なイカダちゃんでも。いや、怖っ。マジでなんで流れてくんだ、そっちの方向に。もう足りねえな、そんで。え、嘘でしょ？もう足りねえんだけど。ソタ。マジかよ。
よし、今度はちゃんと、とどまってくれてるな。これで、さらに、イカダを、はいはい、これひっついてるってことでいいか、これ。さすがに。このサイズは小さいかー。小さいかー、ちょっと。でもどうしよう。これちょっとでも前に出したら、もう前に出ることさえもないな、これ。大丈夫か、これ、本当に。もう座礁してない？大丈夫？不安でしょうがないけど、俺。座礁してないよね、これ。信じてるよ。これで床はできたけど、これ小さすぎるかな？どうだろう。これに、アジとかつけれる？あ、一瞬つく。あ、ついた。アジついた。これで、ホモつけれる？ホはつかねえな。小さいってこと？これ。ん？待てよ。いや、なんか、矢印があんな。はいはいはい。これはいけんのか。あ、なるほどね。じゃあ、こうだな。うん。抜いてる方向、ちゃんと、前に行くようになってるね。これ、ついたけど、なんかバランス悪いよね。なんかバランス悪いけど。え、これ、泳げんの？泳げる？泳げるというか、いかだ、動くの？これ、ちゃんと。え？夜やし、見づらいし。ああ、やばいやばい、やばいやばい、めっちゃ動く、めっちゃ動く、めっちゃ動く。アップでめっちゃ動くわ。びっくりした。これ動くぞ。おい、動くぞ、みんな。待って、動くんだったら、日中がいいな。さすがに。アイテムは？まだある？まだある。ちょっと床も、おー、ちょっと、ね。なんか不安定じゃね？さすがに。帆とか、帆の高さにさ、対してさ、船の大きさが、イカダの大きさが小さいと思うんだ。いやー、すっかり日も明けましたよ。日も明けた？うん、日が上がりましたよ。日が上がった？日が昇りましたよ。うん、すっごい不格好。まあ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 。まだ参る。まだ参るはず。これで、さらに土台を伸ばしたい。横につけるか、一旦。横につけて、そこにも、床を張りまして、まだ引っかかっとけよ。まだ引っかかっとけ。これ前にも3つつけて、非常に3つつけたいけど、ちょっともう行きそうだね、船が。船が行きそうだね。ちょっとさすがに、船くんに、なんていうの？怒りか。怒りがないと、船としての機能が、すごい制限されちゃうんで、つるはしだけ掴んで、ちょ、待て出航待て待ってくれ待ってくれ、出航は。よし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 、これで、あそこだな。あの島目指して行ってみよう。待って。おお。これ、ちょっと。オッケーオッケーオッケー。操作しながら前を向くこともできるみたいなんで、一旦上げて、まずこの袋工事から脱出することが必要なんですけど、どっちだ？こっちか？これでどうにか、なんないな。体当たりか、これ。最悪。最悪体当たりだな。頑張れ頑張れ、イカダイカダ頑張れ。あ、これすっごい座礁してる。あ、よし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 、ちょっと前向いたな、今。なんちゅう絵なん、これは。あ、いやいや、若干。この石に乗っかってんのやばすぎるな、ちょっと。やばすぎるぞ。押せ。よし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 。動いてる動いてる。
このまま大海原へ行け 大海原行け、いかだくん名前つけたよな、このいかだに。名前つけたいけど、あ、止まったね、完全に止まったね。これまずいね。おいおい、同棲中これ、え、これ同棲中、こうやってさ、を上げたらさ、まっすぐ行っちゃうから、入り江に逆戻りだよ。かといって、でも入り江で作らないとね、異世界のあんな感じの結果になりますので。動かないの君？君も動かないの？ねえ、俺こんなに走ってるのに？君も動かないの？イカラ君？わあ、これはもうダメだ。